ここの前の、白桃ですね。これがちょうどここの部分が、取り外すとなれ、ここから取り外すとなれば全部オーニング、これも外さなくちゃいけないのでちょっと大変かもしれませんので、ここも溶接されていますし、ずっと来て、ここからこの辺りから切るのかいいのかなと思います。運送会社さんと相談して決めたいと思います。そしてスパンカーはここから取り外します。このネジですね。よし、それとこのボルトを